どうも皆様こんにちは、こんにちは、こんにちは。ちょっとマイクの位置がおかしいのでちょっと変えさせてください。どうもこんにちは。そしてちょっとオランジーナを飲むのでカットします。はい、戻ってまいりました。待って、マイクの位置がツナキャップでございます。あ、始まる。待って。はい、今回はねハンガーゲームズやっていこう。よし、かぼちゃじゃなくてさつまいもスティックが取れた、嬉しい。はい、今回やっていくのはねバリーサイドユニバーシティってとこですね。あ、剣がないね。ちょっとね前の人ね装備がよろしい、あれ違った、いいよね、装備がちょっとよろしすぎるかなとか思うんですけどね。まあスルーしていきましょうかね。待って、あっち行かれてないような気がするんだけどな。よし、行かれてない。でも後ろからなんか変態のやつが来てる。さあここで俺に救世主現れるのか、現れなかったと。入ってきた、続々と入ってきた。逃げよう、バイバイ。あー待って、よし、こっちから逃げよう。よいしょ、オッケー、装備はバッチシですね。まあ、これで僕の優勝もねもう確定かなと。早い段階ですけど確定かなと思うわけでございます。ではね、ちょっといつも行かないねこのはしごに登ってね、もう新しいルートをどんどん使っていきましょう。まあ新しいルートって言ってもね、まあ自分はレアチェストいっぱい知ってるんで、はい、まあ、元から考えられてたルートなんですが、はい、やっていきましょうか。まあね、ここ登っていくとまずね、あっこにチェストがあるんですけど、あれは残念ながらねレアチェストではないんでございますよ。でも石剣が入ってるということは僕は予想していたという、さらに足も入っている、これは全て予想済みでございます。なぜ今日こんな喋り方かって言いますと、わかりません、なぜかこのテンションでやっておりますが、気にしないでいただけると嬉しいです。で、なんちょっとここ危ないんですけど、唾が飛びました。危ないんですけど、ここレアチェストでございます。はい、ちょっと待って、ここに鉄類、あの人を倒してね僕が最強ってことを見せつけたいと思うんですけど、ちょっと弓を構えないでください。やめてください。誰だこれ、ドラゴン、やめていただけると嬉しいです。弓を撃たないでください。私は悪い人ではございません、ごめんなさい。というわけでね、いつものテンションでやっていこうと思います。あ、これ釣りざお持ってる。初めのこのテンション何だったんだろう、ほんと自分でもわからないテンションだわ。なにそんなことして知らないよ、降りちゃうもんねーだ。あ、あいつ消えた。オッケー。やっぱりね、あっこにいるのは僕的にチームかなとか思うんですよね、本当に。はい、しかしまあ魚振ったな今こいつ。クソ、どうしましょうか。あいつ倒したいんだよね。待って、魚振られる、あいつ、カイカイさんに魚振られちゃうね。あれやばい、今日テンション上がらない。よし、テンション上げていこう、行きましょう、頑張ります。はい、ですね、まずね、ここ絶対火打ちかけてなかったですね。ほっ、よし、乗れた。もうここの上乗ってればね怖いもんなしなんで、よいしょ、開け、何もなかった。この上いると謎の安心感に包まれますよね。よし、もうね、こうやってパルクールをどんどん見せつけていく、俺パルクール上手いんだぜみたいな。あ、このチェスト取られてる。ねえ、嘘。怒るよ。ふい、ふい。俺は、I am Japanese Ninja。はは。あ。痛い。なんだそれ。あ。最低。痛い。あぶねえ危なかった
恐ろしい戦いでした、今のは。GG でございます。ひゃー、怖かった。でも楽しかったですよ、ドラゴンさん。いい戦いでした。ありがとうございます。あ、漁夫乗っちゃおっかな。漁夫乗っちゃおっかな。痛い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 。待って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 。おい、待ってくです。待ってください。あ、で、視野マックスだよ。まあ、漁夫来てんの分かんないのかー、バカ野郎。え？ちょっと漁夫漁夫。後ろ、後ろ。後ろのやつ確認。あ、死んだ死んだ。こいつ死んだ。よし、お疲れ。いけ、コニ君。コニ君ね、俺にね、前ね、優勝を譲ってくれるとね、そう僕に言ってくれたんですよ。そう、コニ君は、そんなひどい人じゃない。そう信じてる。そう信じてるから。だから僕は君を殺す。そう、殺させてくれ。死んでくれ。コニ君。あっ、ジェストグリッチされちまった。おー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 おお、ダイヤ金を作らせてくれ。ありがとう。じゃあまた後で戦おうじゃないか、コニ君。え、こっち来てる？来てないよね。ちょっとちょっとちょっと、あー、いた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 。コニ君絶対俺のこと気づいてないな。自分スラッシュでしてるんで今。優勝をね譲ってくれると、そう信じてるからね。カニ君、さあ僕に負けよう。もう時間だ、時間だ。オフ、イエス。カニ君、ちょっと俺に本気だった気がしたんだけど、あれ、このコニさんかな、わかんない。コニっていっぱいいるような気がしないでもないんですよね。待って、漁夫のリーダー来ているね。そうなのね。フートさんと何々さん、日本人じゃないですか。任せてください。ここでね、やっと見せれますね、僕の強いっていうことが証明できると思います。お、うまっ。やばい、全力ダッシュしてくる。金リングを壊せない作戦か、なるほど。さあ、2人チーム倒すことができるか、俺。いいぞ。これはね、だいたいね、こうやってね、いる場所に。すっごいな、こいつ。ヌーブじゃん。あ、ヌーブじゃねえわ。オプティマイケープつけてたらヌーブじゃないんでね、僕の中で。そう。オプティファインケープこそ強い人の証。ふっ、あー、落ちた。くそ、てか俺足つけてないんだけど。それなー。オッケー、金輪があと1個あるんで、まず負けることはないかなと思うんですけど、一応ね集中してやっていきたいかなと思います。頑張りますね。ひどい、この引き戦やめなさい。引き戦は良くない。痛いねえ、引き戦は良くない。お、デスマッチ、マジか。嘘や、こんなん嘘や。嘘、いや、うん、というわけで、なんとか2人チームをね倒してる。最後 0.5 ハートで勝つことができました。皆様ありがとうございます。はい、今回はねこの辺で終わらせていただきます。本当に嬉しいです。ぜひぜひこのね頑張ったね、この優勝に免じて高評価の方をお願いいたします。そしてチャンネル登録もぜひ
い、お願いいたします。それではまた会いましょう。電話はつけないでね。ではありがとうございました。バイバイ。